超人症は、著名な低身長を示す病態のこと。手術症とも、症状として低身長をきたす、様々な疾患がいわゆる、小人症と呼称される。症人症は大きく分けて、低身長がメインの本来の小人症、骨に関する病気による、低身長から来る、小人症、染色体異常が原因の低身長から来る、小人症、その他の病気から来る。 低身長による小人症の4種類がある。ただし、下水体性症人症など一部は身長が著しい低身長であり、なおかつ本人の希望があるか、もしくは重大な疾患を合併しているなど治療対象となる場合に、初めて小人症という病名がつき、治療が必要な低身長として扱われる場合もある。なお、日本のテレビでは、 一般的に骨が原因の軟骨無形成症が、症人症として扱われてしまうため、原発性症人症やラロン型症人症、大人の下垂体性症人症など、他の小人症の認知度が低くなってしまい、小人症というと、軟骨無形成症の身長や体型だと思われてしまう。様々な原因によって、低身長という表現形を示している、疾患群である。 骨系統疾患が多く含まれ、その多くは単一遺伝子疾患である。特発性低身長と呼ばれる。特発性低身長と診断するには、内分泌性低身長のほか、気形、骨系統疾患、慢性疾患、ステロイド治療など遺言性の低身長や、情緒障害、心身症、また虐待、低栄養のような劣悪な発育環境による低身長など、 また、現在低身長をきたす染色体による疾患や、遺伝子による疾患など各種要因を除外し、現在医学的に解明されていない原因によるものを、示す。除外診断により診断される。在体集数別の出生時身長、出生時体重が標準値のどちらかがマイナス 2SD 以下である場合において、2から3歳児の身長がマイナス 2SD 以下である場合に診断される。 成長ホルモン分泌不全性低身長症、ターナー症候群、骨系統疾患など、基地の成長障害をきたす疾患でないことを確認する必要がある。また、体内発育不全によって生まれた子は、3歳までに他の子に成長が追いつくことが多い。成長が十分追いつかなかった例では、思春期が低身長の状態で来るなどの理由により、成人身長が非常に低くなるとされる。 現在、スカ性低身長症と呼ばれ、成長ホルモン治療が認められているが、日本では、抗皮女性の対象外である。下水体全容ホルモンである成長ホルモンは、小児期の成長に関与しており、成長ホルモンの欠乏により、低身長を引き起こすことがある。成長ホルモン分泌刺激試験により、成長ホルモン分泌低下を認めた場合に、診断される。原因としては、 骨盤異分娩や交通外傷による下垂体系の断裂によるもの、頭蓋陰頭腫、ジャーミノーマなどの使用による障害による場合が多く、ピットマイナス1遺伝子異常など遺伝性の成長ホルモン分泌欠損症はごく稀な疾患である。国内で蒸気疾患と診断され治療を受けているこの多くは、成長ホルモン分泌刺激試験により1種類以上で成長ホルモンが6難。 ミリリットル以上分泌を認める特発性低身長症の子を多く含んでいる。この場合、成長ホルモンの薬理作用による成長促進作用により低身長の改善を目的に治療されることが多い。成長ホルモン補充療法により身長改善の他にも精神症状、血管合併症の改善など各種のメリットがある。通常、マイナス 2.0SD に達するまで、 成長ホルモン療法が行われる。治療の予後は、治療がほとんど効かなかったり、1 4 0トルから1 5 0トル台までは伸びる、普通の身長まで伸びると、身長の伸びに加えて、声の高さや声変わり、毛の生え具合や整理など、治療の時期や個人差で様々な部分で差が出る。近年の米国の研究において、男性の精子の DNA の損傷と、 染色体異常は男性の年齢とともに増加し、遺伝子の突然変異によるコビト症の発症率は男性が1年年を取るごとに2%ずつ増加することが報告されている。特に日本では小人症として骨関連病原因のコビト症が扱われやすく、他のコビト症と混同されやすい。イスラエルのズビラ・ロニ医氏が発見した。 遺伝子異常による成長ホルモン分泌欠乏症。成長ホルモンは正常に分泌されるが、肝臓内の機能が結びつかないために身長が伸びなくなる。体細胞内にある23対46の染色体の5番の染色体に変異が生じたために起こる症状。エクアドルのピーニャス市にはラロン型低身長症の人が多くいる。太じは存命。ありがとうございます。